三ノ宮、三ノ宮は、兵庫県神戸市中央区にある、第二次世界大戦後神戸市の中心街となった地域。JR、阪神電鉄、阪急電鉄、神戸市営地下鉄、ポートライナーが乗り入れる三ノ宮駅を中心に、商業施設が立ち並ぶ、繁華街である。JR の駅名は三ノ宮、また、阪急と阪神の駅名は、神戸三ノ宮と称する。 三宮という地名は、トアロードと花都京線の交差点北東にある三宮神社、生田神社の三宮の所在地に由来する。町名としては、三宮町、1から3町目が JR 三宮駅の南西にあり、北は新神戸駅、東は生田川右岸、南は新港、西は兵庫区の深海地を越えて、福原、 港川駅近辺に及ぶ神戸市中心部を含んだ商業地域の部をなす。多くの鉄道路線が集中する三宮駅を中心に商業施設が集まる。駅から南、加納町六丁目に神戸市役所があり、神戸市及び神戸都市圏の都心地域、中心業務地区をなしている。周辺は商業地域として繁華街やオフィスが立ち並び、 西側に元町を経て、神戸駅周辺にまで及んでいる。南西には旧居留地が隣接し、南には神戸港新港地区があり神戸大橋と港島トンネルによってポートアイランド及びその先の神戸空港に接続している。北は中山デドを経て、北野町、山本通継間形成地域、六甲山地。北東方向には新幹線駅。 新神戸駅のある新神戸地区、生田川を越えて、東方向には、春日野の道、ハット神戸が位置している。JR 三宮駅の東側を南北に、フラワーロードという大通りが走り、三地下、三宮地下街がその地下に位置する。東西方向には、JR と阪急電鉄が高架で並走。これを挟み北川北長沙通り北は、飲食店、事務所、 商店などの雑居ビルや集合住宅が立ち並ぶ。南側、三宮町、雲井通、小野柄通一帯は、三宮センター街、センタープラザ、サンプラザ、祖語、丸いといった大型のビルが地下街、地下通路、ペデストリアンデッキによって、駅や主な施設と接続されている。古代から、幾田神社の車両となっており、矢柱の末神を祀る一宮から八宮までの、 幾多生神発射の一つである、三宮神社が鎮座する土地である。当地は、旧神戸村の一部で、1868年、慶応4年に、兵庫港として開港した際に、外国人居留地の北に隣接した地域にあたる。1873年、明治6年、神戸山手に新設した南北筋の道路を、三宮筋と名付け、1878年、 明治11年に三宮町という正式な地名となった八部郡地市。JR 三宮駅が開業したのは1874年、明治7年、現在の元町駅の場所である。この開設当初の三宮停車場はまさに三宮神社の北側にあったが、明治から大正にかけて外国人居留地設置にかかる要件事項であった生田川の付け替えを契機に、 集落が東側に拡大したことに合わせて、1929年、昭和4年3月国鉄降下化に伴って、東の現在地へ移転した。しかしながら、旧国鉄三宮駅付近は観光庁及び、海運商事会社が多く政治経済の中心となっていたために、西岸駅として1934年、昭和9年に、旧三宮駅跡に、国鉄、 JR 元町駅が開業した。新たな三宮駅が設置されると1933年、昭和8年に阪神電鉄が地下より、1936年、昭和11年に阪急電鉄が高架で乗り入れた。こうして、三宮駅は東神戸の新興住宅地をバックとするターミナル駅となり、蘇合が元町から阪神三宮駅前に移転。 付近には映画館や飲食店が集中して、西の港が新開地に被験する観楽街となった。1945年、昭和20年、太平洋戦争における神戸大空襲で、三宮も含めて神戸の市街地は大きな被害を受け、その戦後復興に際して、三宮を商業だけではなく行政の中心にする計画が持ち上がる。 一帯は戦災により、焦土と化したが、戦後高化したの闇市、祖号百貨店前の通称ジャンジャン市場を中心に、いち早く復興。1946年、昭和21年秋に三宮センター街が、昭和30年代から昭和40年代にかけては、三宮駅前に、新聞会館、神戸国際会館、交通センタービル、 神戸商工貿易センタービルなどが相次いで建てられた。1957年、昭和32年には、神戸市役所が港側から当地に移転し、市の中心街の地位を復興の立ち遅れる、深海地から奪う形となった。1966年、昭和41年から1978年、昭和53年にかけては、三宮畜市街地再開発が行われた。 その結果センタープラザが建設され、1965年、昭和40年には山地下タウン、あらわ山地下がなした。1981年、昭和56年には、人工島ポートアイランドと結ぶ、新交通ポートライナー、神戸新交通ポートアイランド線が、三宮駅に乗り入れ、三宮ターミナルビルも開業した。1990年代に入ると、 JR 神戸駅前の旧日本国有鉄道港川貨物駅や土地に神戸、ハーバーランドの町開きによって客足が奪われ始めたことに加え、1995年、平成7年の阪神、淡路大震災により再び神戸人大な被害を受ける。その後の三宮では年々新しい商業施設が相次いで出店。2002年には、 震災で被害を受け解体された大英山の宮男館の跡地にユニクロが2003年10月には首都圏を中心に展開する丸井が三の宮駅前に関西1号店として神戸丸井を出店した大英オフプライス館山の宮の跡地にもファッションビルクレフィ山の宮が建築2004年10月オープン2008年に大栄最後の跡地である ジョイント跡地にザラがオープンした。また、神戸新聞会館も被災によって取り壊され、跡地は駐車場として利用されていたが、2006年10月に、民と神戸の愛称で、再オープンした。三宮駅バス乗り場を参照。駅舎と一体化しているもの、駅ビル、地下街、地下通路、または、ペデストリアンデッキに直接接続されるものにはお吹き。駅東側。 国道2号線以北神戸,神戸新交通 JR 東口阪神東口駅南側フラワーロード伊藤阪神東口または西口神戸新交通 JR 中央口駅南側フラワーロード伊勢阪急東口または西口阪神西口 JR 西口駅北側フラワーロード伊藤地下鉄東口 JR 東口 駅北側、フラワーロード伊勢、北の坂周辺阪急東口、地下鉄東口。駅北西側地下鉄、西口、阪急西口。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。